はい、どうも。追憶の旅人で、シグナとサザントスがね、追加されましたってことでガチャ引いていこうと思います。いや、今回はね、なんか分かれて登場と、新キャラがね。まあね、分けられちゃうとさ、確定で100連引かないといけないじゃんか。これが地味に辛いんだよな。10連か20連でね、出てくれたらね、もう片方のキャラ狙っていくっていうような感じでやっていこうと思います。よろしくお願いします。しかもね、ステップ5ではね、シグナが 50% で出ると。まあ、2分1で引きますって感じなんで、まあ、出るでしょうって感じですよね。まあ、ちょっとね、前置きが長くなったんですが、10連目いきまーす。ポチ。さあ、10連目の光は悪くないぞ。まさか10連目で来る？ワンチャンあるぞ、マジで。トガミトを殺すのが、俺の仕事だ。スキップしまーす。10連目はね、爆死です。まあ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 。10連目ですから。20連目いきまーす。さあ、20連目。光は、やった！確定演出来た。これ熱いぞー。めちゃめちゃ優勝席を節約できるかもしれない。しかも一発目。お待ちしておりました。よし。この命、お使いください。よしよしよし。まさかの20連目でシグナ。めちゃめちゃありがてえわ。スキップしまーす。はい、20連目でね、無事にシグナ出ましたと。いや、これめちゃめちゃありがてえわ。いや、前置きで言った通りね、20連目出ちゃいましたね。というわけで次はね、もうサザントス狙っていきまーす。ちょっと性能見てね、シグナ強えなーってなったら50連目まで引くわ。まあ、とりあえずサザントス狙っていこう。サザントスもできれば20連ぐらい出てくれたら嬉しいんだけどね。さあ、10連目光は悪くないですよ。確定にはならないけど、ワンチャンあるな。星4サザントスあるよ、これ。立派な狩人にならなきゃ。一発目でサニーって初めて出たかもな。こんなセリフなかなか聞かねえから。スキップしまーす。え、来たんじゃない？行こう、リンデ。なあ、違うな。狩りの時間だ。ノーマルハンイットかい。ハンイットですね。ありがとうございます。さあ、10連目はノーマルのハンイットですね。EX の方だったらなあ、ちょっととつりさかったんだけどな。まあ、しゃあないな。20連目いきまーす。さあ、20連目の光はいいよ。今回ちょっと光が全部いいな。めちゃめちゃ期待できるぞ。患者を守るのも薬師の使命です。スキップしまーす。いや、星4のリネットだわ。ワンチャンなんか星4だからサザンドスかなって思ったら、普通にリネットでした。リネットはなんかもう使ってないな、マジで。リネットは何突してるかもわかんねえな。また30連目いきまーす。さあ、30連目の光はそろそろ、いやー、強いな。この光も悪くないぞ。私はコニー。未来の大商人よ。スキップしまーす。まあ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 、30連目はね、爆死です。まあ、しゃあないしゃあない。さあ、40連目ね、引いていきますか。こっからもう出てもね、50連目まで引くわ。普通に。まあ、なんで、まあ、出てくれたら嬉しいけどね、って感じであるけど。さあ、40連目。まあ、出てくれたら嬉しいけど、50連目まで引くんでね。まあ、別に出なくてもって感じですかね。義賊に憧れる、ただの盗賊だ。スキップしまーす。40連目はね、爆死です。さあ、次。ここだから、マジで。50% で出るんだから、まあ出るでしょって思ってんだけどね。どうなんですかね。さあ、50連目いきまーす。さあ、50連目、確定演出を拝んでいく。さあ、いきまーす。早めに行ってきてほしいな、正直。立派な聖火騎士になるために。はい、スキップしまーす。頼むよー。炎の導くままに。よしよしよし。我が炎はついえぬ。
すべての欲を消し去るまでは。サザントスですね。出ましたね。ありがとうございます。おっと、もう一体来る？一世一代の大舞台だ。これめっちゃいらないやつじゃない？クソなんだよな、ハーレー。とびっきりの笑いをお届けするよ。ハーレーですね。ありがとうございます。めっちゃ出てんだけど、なんか。クラウザーも出てる。クラウザーはめっちゃありがたいけど。てかさ、最後の 50% のサザントス俺外してるじゃん。危な。めちゃめちゃ危ないんだけど。ってことは天然のサザントスが出たってことだよね。マジやばくね、これ。3枚抜きですね。ありがとうございます。はい。というわけでね、今回も無事ね、50連でサザントス出ましたと。いやー、結局今回も新キャラ2体出ましたね。まあ、優勝席はね、1200個残ってるんでね。まあ、ちょっとシグナに関しては性能を見てみてだね。だって、覚醒した方がさ、パラメータアップするし。まあ、2体出るに越したことはないんでね。まあ、ただね、ちょっとこっちなんかこれってあれなんでしょう、好きなキャラ1体交換できますぜ、みたいな。余裕があればね、こっち引きたいんだけどね。まあ、なかなかちょっとお金がきついよな、やっぱ。追憶でこう、分けられちゃうとさ、このガチャだけでなんか、2万5000円ぐらい課金せざるを得ねえからさ。それプラスもう50連ってなるとマジで金飛ぶから。まあ、なんで余裕があればって感じかな。まあ、最悪ね、無償のね、医者ね、まあ、あのなんか、買ったついでにもらえられる無償のやつ。でも5000個ぐらいあるんで。まあ、近いうち無償でもね、普通にガチャ引こうかなとは思うんですが。はい。毎度恒例ね、聖なる導き3回引くってやつね、やっていこうと思います。今日はちょっと引きがいいんでね、このまま10連でいきます。はい。星5キャラ1体ね、狙っていきましょう。さあ、光はめっちゃいい。これはちょっともう、今日は連打していこうか。というわけでね、この辺で動画終わろうと思います。よければね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ここにもね、ガチャ動画とアップしてますので、よければ見てみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイなら。弱き者を助けるのは、貴族の務めですのよ。今日はね、ちょっと連打していきまーす。私の力が必要？私にふさわしい人いるか？義賊に憧れる。私はコニー。未来。弱き者を助けるのは。弱き者を助けるのは。より美しく、やりちょう。金が必要だな。聖なる導きはね、メレットが3体出ましたって感じですね。爆死です。お疲れ様でした。聖火神の指輪、その輝き、まるで微笑むよう。私は神の指輪の巫女、小指のシグナにございます。巫女の使命のもと、あなたのお役に立ちましょう。私は聖火司司長サザントス。神の指輪を守護する任を担う者だ。聖火神の指輪に選ばれし者よ。そなたなら我が背中を預けられる。共に戦おう。この世から邪悪を消し去るために。